はい、皆さんこんばんは。今日は外を見上げたらね、ちょっと素敵な三日月がありましたので、はい、今見えますかね。ちょっとね、携帯電話で撮っているので、はっきりは見えないと思いますが、すごくね、輝いていて綺麗な三日月です。この三日月を、綺麗にね、写真で撮っていきたいと思います。自宅の駐車場で撮っているので、周りはご覧のように真っ暗です。静まり返った住宅地です。ここでね、写真を撮りたいと思います。今日使うカメラは、いつものニコン T300、それにシグマの 400mmF5.6 の、望遠レンズをつけて撮っていきたいと思います。ニコン T300 と、シグマの 400mm のセットですね。レンズは正面から見るとこんな風に見えるんですね。はい、あとしっかりした、三脚ですね。三脚も先日購入したので、結構ね、役に立つと思います。そしてレリーズですね。夜の撮影には必需品ですね。手ぶれがしないようにレリーズもセットしてあります。そしてカメラの設定なんですけども、三日月を撮る基本的な設定は、マニュアルモードでシャッタースピードが 200、 F 値が 6.3、 そして ISO 感度が 400。まずはこの数値で撮っていきたいと思います。はい、1枚撮ってみました。 400mm の望遠レンズだとこのぐらいのサイズ感になります。ちょっとカメラの方でズームしてみましょう。クレーターがね、こうはっきりと映るように撮りたいので、なるべくピントを合わせて撮りたいと思います。ちょっと液晶カバーが汚れていますが、その辺はちょっとご愛嬌ということでご勘弁ください。はい、このようにね、クレーターが見えるように撮れると気持ちがいいです。はい、カメラの設定でシャッタースピードを変えてみたり、縁を変えてみたり、ISO 感度を変えてみたりして何枚か撮ってみましょう。その中で一番ね、見栄えのする写真を採用するようにしていきます。はい、ちょっとね、シャッタースピードを320まで上げて撮ってみました。パッと見はわかりませんが、現像してみるとわかるのかなと思います。はい、そして撮った写真は液晶画面で、ズームして確認ですね。もうなかなかクレーターいい感じで写っています。まあ現像してみないとね、本当のところはわかりませんが。はい、そして今回は秘密兵器があります。こちらになります。先日購入したテレコンバーターというやつですね。これはカメラとレンズの間に挟んで倍率を高めるっていうアイテムです。 N-AFD2倍のテレコンプラス MC7、 メーカーは健康製になります。これをここにかませることによって 400mm のレンズが 800mm 相当になります。そしてフルサイズに比べて APS-C なので 1.5 倍になるので、合計 1200mm という超超望遠レンズになります。このレンズで月を撮ってみましょう。テレコンバーターをかませると画像が暗くなるので、シャッタースピードを125分の1に設定し直します。はい、シャッタースピードを125分の1、 F6.3、 ISO 感度を400、この設定で撮っていきたいと思います。このセットで撮ろうとすると暗いところでは全くピントが合いません。明るいところでは合うんですけども、なのでマニュアルフォーカスで撮ってみたいと思います。左側が 400mm、 右側がテレコンバーターをかませて 1200mm、 結構画角の違いがありますね。そしてまたカメラの液晶画面で確認してみましょう。ここでズームして、映り具合を見てみます。おお、結構クレーターまでくっきりと見えますね。いいですね。テレコンバーターをつけた状態でも、
カメラの設定を変えてみます。マニュアルモードでシャッタースピードが1/100、 F8、 そして ISO 感度は400、この設定で撮ってみましょう。手ぶれがしないようになるべくシャッタースピードを速くしたいんですけども、画像の明るさと相談しながらいろいろ設定を変えて撮ってみてください。ここでちょっとカメラの設定で遊んでみましょう。カメラにはホワイトバランス設定という項目がありまして、普段はオートで撮っているんですけども、ここを蛍光灯っていうところで設定してみてください。そうするといろいろな色が設定できるので、まずは蛍光灯という設定で撮ってみます。続きまして晴天という設定で撮ってみるとこんな感じになります。普段何気なく目にしている月でも、こうしてカメラを通してみるといろいろな表情だったり幻想的な表情を見せてくれたりします。皆さんもね、もしよかったら一眼レフカメラを、買って月を撮ってみてはどうでしょうか。今回使用した機材の紹介は説明欄の方にリンクを貼っておきます。あまりにも古くて購入できない機材の方はおすすめの機材の方を載せておきますので、よかったら見てみてください。